はい、始まりましたマインクラフトの時間でございます。おーい、今回も我々 MSS プロジェクトがプレイしていきます。私が FB スミスです。そしてフュージョンオタクキックマックスです。マックです。エオです。さあ、今回は皆さんね、この手に持っている某ゲームのアイテムに似てますが、完全にポータルガンに似てますけども、今回はこちらを使った統合版の DLC モブフュージョンをプレイしていきたいと思います。モブフュージョン、なんとこの DLC ですね、モブ同士を合体させちゃうことができる。おお、この装置を使って、で皆さんこの手に持ってるシュリンクウェポン、こいつを使うとモブを捕まえることができます。はい、はいはいはい、モブを捕まえてきて、この中に入れて、ああこのボタンを押すと新しいモブができちゃうわけです。モブ捕まえておかないといけないってことか。もちろん、まあ、ゲットだぜだよ、バカ野郎。モブいたぞ、ほら第一モブ発見。これモブじゃないのか。水の中の魚は無理か。よし、出てきた。アルマよくやった。第一モブ捕まえたな。かわいそう。これは完全にモブだね。どんどんゲットしちゃおうかな。とりあえずゲットすることに全てを費やす。面白い。おお、ゲットしてる時点で面白い。ああ。もう一回ねえのかよ。格納しちゃう。よし。いいよ、一発目誰かやれ。やりたい組み合わせ。まず、もうスポーンエッグをこの中に直接置いちゃって。これセットってこのボタンは関係ないの？さっきはやり方違ったけど。あ、いった。なんか、え？あ？あ、ランダムでもいける。あ、拾ってくる必要ないじゃん。ほんとだ。よし。あ、まずはニワトリか。ニワトリと？ニワトリは使いやすいから。ニワトリと？村人だろ。やべえ、こいつ。チキンヒューマンを作る気だ。これでとりあえず一回やってみようぜ。いや、これで天使ができる。いや、どうやっても天使はできない。どうなってんの、お前の中の天使。羽が生えた人間がきっと。マジかよ。うわー、もう一番ダメなパターンじゃねえか、これ。こいつ強そうな感じしないな。あ、捕まえられた。あ、捕まえられた。え、どうなんのそっち。え、なんて表示されてる。チキンブレジャー。チキンブレジャー。チキンブレジャー。あ、ちゃんとだから合体後もいけるんだ。さらに。あ、いけ、いけそう。違う。合体術じゃん。さらに牛も掛け合わせちゃう。いいね。楽しくなってきた。どうなっちゃうんだろう。どっちに自我が。な。え？なんだろ、キメラ。スライムになった。やりすぎるとこうなるんだよ。うわぁ、これと、おぉ、やばい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 。慣れ果て。強すぎだろ。ロバ。慣れ果てとロバ。もう無理だって、そんな。期待しよう。いや、このパターンは結局慣れ果てパターンじゃない。あの携帯になったじゃない。そうだ、ね、まあ、そうだ、もうダメなんだ。救えねえんだ。慣れ果てと慣れ果てだったらまた変わるかもしれないよ。俺行っていいですか。夜になる。お願いします。やっぱ、ね、敵モブ湧くんじゃない。俺はね、やっぱね、あのポケモンの伝説の、うん、えモンスターをね、作りたい。何言った。あ、あ、え、ふん、イルカだ。うん、来い、イルカマンできろ、イルカマン。うわー、村人とイルカ速攻でダメになった。ダメだ、果てだ。え、イルカマンできないんだ。イルカマンできないんだ。武器としても優秀。いや、マジ遠距離いけるな。この武器基本武器に実装してほしい。いやいや、強すぎ。さすがに強すぎます。ご飯が、ご飯が。村。無人となった村に置いてないか。無人にしたんだろ。うわぁ。こいつ怖え。な。な。やべえ、科学者みたいな。俺らがやったんだよ。おぉ、肉だ。
何の肉かな、これは。やべえ、こいつ。やばいこと言ってる。あ、ゴーレムだ。はい、ちょっと待って。やっぱちょっと、あ、これ、同じ属性を入れると、でかくなる。お前何勝手にやってるの？もうやってやる。てめえ、なんでみんなでやろうって言ったじゃん。そうだ。いや、やっぱ実験しないと。あの建物は？いや、みんなでやるのが実験だろう。なんかでかいのいます。でかっ。そいつまた回収したらただ村人になっちゃうんで。あ、そうなんだ。はあ。でか村人なんだけど。お、まずアロマと。ああ。イカと。イカクモ。イカクモです。しびれる組み合わせだ。足が多いやつが勝つから。なるほどね。あ、ダメだ。外れか。次何を。よし、次は俺だ。クリーパーと。やべ、爆発。危ね。イカーパーができるはず、これで。うわあ、実験は失敗です。うわあ。頭の中に爆発が。もうスーパー。馬と羊はお前ちょっとなんか優しすぎない。それはちょっとね。おお、できたぞ。ああ、すげえ。服着てるだけじゃん、これ。シャレオツなんだけど。シャレオツ馬来た。着てるわ。クモと人間でスパイダーマンできんじゃないの。確かに。まあそれは。スパイダーマンやるぞ。人工スパイダーマンの完成だ。ああ。スパイディ。うわあ。クモダメなのかな。スパイダーマンだな。いやでも捕まえる時点で多分いけるんだけど。もしかしてここに書いてるやつだけか。え、いや、そんなことはない。よそんなことは。でも今んとこ使えたのここら辺じゃない。そんなことはない。ほんとか。クリーパーと人間やった。クリーパーと人間やってない。人間はね、大体できそうなイメージ。やっぱり。あーおー、あー、足が気持ち悪い感じだった。あー、復讐してきた。今日のエンダーマン。お、逃げる。え、マジかよ。こいつ。そう、逃げられた。脱走者が出たぞ。ちゃんと入れないと逃げるから。先にエンダーマンじゃないやつ入れとこうと思う。ニワトリ。確かに、それはいい。うわ。怖い、なんか。逃げられる。捕まえろ、そいつは。よっしゃ。おお。チキンエンダーマン。チキンエンダーマン受けるわ。チキンエンダー。うん、やっぱこの組み合わせだけっぽいな。チキンスケ。どうなっちゃうんだ、俺。まあ、こう。基本頭取りなんだ。いっちゃ、あいつウケんだよな。実はですね、この機能として、ああ、多分あの合体可能なやつをランダムに呼び出す機能もあるんで、おお、使ってやっちゃいましょう。ゾンビゾンビゾンビワテカゾンビ。ああ、ゾンビ馬。これはもう基本となる組み合わせと。ゾンビ馬だった。いや、豚馬だったよ。豚馬だったよな。ピンクの馬。ピンクピンクの馬。あ、ブレイズだ。お、ブレイズだ。あ、ブレイズ来た。来たー。焼き豚じゃん。チャーシュー出来上がる。うわー、うわー、なんだこいつ。見てた。反乱だ、反乱だ。豚肉投げてくんだけど。肉投げてくるんだけど。豚肉だー。これは予想外だ。これは面白いな。ブレイズいいな。これ凶悪なの出てきそうな気がするぞ。やばいやばい。え、これはまずい。あ、やばい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 。こいつ、あー、我々はとんでもないものを生み出してしまった。やばい、こいつ最強かもしれん。捕まえた捕まえた。よし、おお、やった、クリーパーブレイズ。こいつは強いぞ。あ、スライム出た。初めて出た。スライムレアだな。スライムレアだ。豚スラ。豚スラ。天スラじゃん。
中にいる。あ、中にいる。中にいるんだ。ニコゴリみたいになっとるやん。ポケモンかよ、こいつ。お、スライム。いいね。あー、どうなっちゃうんだ。エンダースライム。かっこいい。強そう、エンダースライム。お、うわ、なんだ、ちっちゃ。そういう感じか。なんか、お前。あ、弱っ。お前なんちゅうことすんだ。なんで今殴った？いや分裂とかなんかワープするのかなと思ったんだけど。あ、ブレイズと。ブレイザー。焼き。さっきのパターンだとやっぱ。牛。あ、焼き肉を飛ばしてくれる。もう、ね、めっちゃいいやつじゃん。めっちゃいいやつじゃん。あれ？違うわ。これは普通だと思う。もう。わあ、ミルクだ。牛乳だ。ミルクロベ。おお。おほほ、なんかゼルダの伝説。あ、川だ。川だ。川を飛ばしてる。羊はやっぱラム肉。あ、羊毛か。羊毛っぽいな。あれ、こいついいやつだ。しかも攻撃してこない。自ら入ってったぞ。出たマジで。俺を殺してくれみたいな。これはエンダー。ムキムキ人間ができるってこと。あ、おお、超能力を手に入れた。見えない、いなくなったんだよ。いなくなった、お前。え、一瞬で見ることできなかった。もう一瞬。あ、いた、いた、いた。ああ、あ、ブレイズだ。あ、いた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 。あ、なんだこいつ。じゃん、消えた。あ、これやってないっけ。ブレイズマン、これチェーンソーマンできんじゃない？来た。ファイヤーパンチ。ファイヤーパンチ。ファイヤーパンチだね。ファイヤーパンチ来る。うわー。金の亡者だ。いてー。決め。悲しいんだ。ブレイズ剣。ブレイズ剣。何？骨？骨じゃないの？あ、そっち？そっち？こいつだけなんか可愛い。モンスターファーみたいじゃん、これで。しかも強いぞ。こいつは採用だな。骨飛ばしてくる、でも。骨飛ばしてくる。ガーディー現る。こいつガーディーだ。うわ。うわ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、来てる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 。あ、やばい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 。絶対復讐しようとするから、こいつら。もうそれこんな姿にされるって。うわー、破壊力抜群。というわけで。モブフュージョン、うん、こうやってさまざまなモブを、まだ見てないモブもいますね。そうだね。今のところ MSSP のおすすめはエンダーブレイザー。エンダーブレイズみたい。でもおお、聞いたな。まあ大体こいつは、ああ、でもかっこいい、こいつ。おお、かっこいいわ。どっか行ってる。おお、こいつ攻撃はしてこないの？エンダーパール投げてこないの？これ、あ、来た、あ、投げてきた。エンダーパールかっこ物理。やっぱこいつだろう。うわぁ。こいつ、そいつやばいんだって。一番やばいやばい。こいつだって悪意の塊だもん。そうだね。というわけで MSSP おすすめ、モブフュージョンは、クリーパーブレイズに決定です。強い、見た目も強いし。そうそう、皆さんもぜひ、こちらの DLC プレイしてモブに復讐されてみてはいかがでしょうか。今回はこんな感じで。ガーン。全世界のみんな、バーイ。バイバイ。モブフュージョンは暗黒の儀式。